皆さん、こんにちは。今日はですね、雨の中なんですけど、テントで撮影しています。で、今日はダイエット企画ということで、4キロ体重がはっきりと下がったことが確認できたので、動画を撮ることにしました。で、初めはですね、6月8日からスタートっていうか、まあ、夕暮れ屋さんのスパートを、これですね、これがきっかけです。これです。もう諦めていたダイエットをですね、このスパートさんのおかげで、ダイエット開始。だからもうはっきりと体重分かってないっていうのが事実です、最初。で、大体その時ですね、最後に大体測ってたのが 87.5 から8なんですよ。でもう90キロいくなと思ってたぐらいの状態でした。で、夕暮れ屋さんの、スパートをきっかけに、満腹感を感じるっていうことになりまして、まあ体重が1キロ、2キロと自然と入っていきましてですね。で、2キロから、まあ、楽しくなってきて、まあ、じゃあこのままダイエットやってみようかなと思い切ってですね、動画を撮りながら楽しみながらちょっと痩せていこうかなと思って、10キロを目標に今頑張ってます。で、今回導入したのはですね、スパートさんはまあ食べて満腹感を与えて食事の問題。で、もやしをですね、食べるようにしました。で、今夜痩せたもんですから、5分から10分歩くようにしました。今までなかったことです。で、今日ご紹介したいのは誰でもできる、まあ、腹筋とか腕立て伏せなども結構やってみたんですけど、もう体重が重たいときついんですよ。それで、もう今回紹介するのはエア縄跳びっていうのをちょっと分かって、あら、これ楽だなと思いまして、もう健康的にもなるし、トイレにも行きたくなるし、お腹が張ってくるということで、誰でもできる、まあ、スパートさんを食べるっていうことを燃やし、で、僕がやってるのは本当に誰でもできるっていうやり方で、エア縄跳びを紹介したいと思います。やってる姿をですね。で、最後に、体重計とお腹を見せて終わろうかなと思います。これをですね、とにかく、最後まで見ていただいてください。で、どんなことやってるか簡単です。他にも動画たくさんあるんですけど、こちらを見てらっしゃる方向けにします。で、簡単にですね、もうこんな感じです。手を回すだけ。これですね、実はこの庭で縄跳びやってたんですけど、梅雨でもうできないんですよね、外で。で、たまたま部屋で、まあちょっと縄跳びやってたってことで、こう、エア縄跳びっていう言葉を知らなくて、やったんですよ。で、ただこれだけです。これを続けるだけです。見えますか？これを、最初こんなできなかったんです。で、腹をこう引っ込めるとかですね。こんな感じで続けていただいて、これを、じゃあ何分やるのかではなくて、できるだけやる。で、こちらの方がですね、ふくらはぎは春まで、こちらが、春まで、やると。ずーっと。ただこれだし。どこでもできます。ほら。こんな感じです。で、ちょっと、痛くなってきたかなーっていうところで、ちょっと休憩して、これは1回ぐらいしかできなかったんですけど、これはもう時間があれば、ジャンプ。もうこれだけで、トイレも行きたくなるし、ちょっと運動してる気もなります。もう本当に簡単です。私が言うぐらいですから。もうこんな簡単なね、やり方で、ここまで今日は4キロ痩せたという形が綺麗にできましたので、報告を差し上げます。じゃあ、後でちょっと体重計と、お腹をお見せして終わろうと思います。一旦、場所変わります。はい、今からですね、
運動したての今体重がですね83キロ台のお腹です。こちらです。こんな感じになっております。もう87、8キロがもうちょっと大きかったんですけど、少しスマートになってこちらを下げるとですね、こうゆっくりこれ張ってたんですけど XL がこんな感じになってきました。どうでしょうか。横を写しとった方がいいですね。はい、後で体重計に乗りたいと思います。今から、体重計に、乗りたいと思います。見てください。ちょっと待ってくださいね。綺麗に乗ります。やりました。 82.9。 もう4、この前は4キロでしたけど、今度は1キロ綺麗に、今のところですね 82.5 から83.78 を、まあ、水を飲んだりするとうろうろしてます。無事ですね、なんとか1キロは綺麗に痩せたということで、今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。